哎呀，哎呀，啊，讨厌你呀！不用辣椒，不用辣椒。こんにちは、アワーライフジャパン&チャイナのチンムーと申します。中国のとある田舎で過ごした様子をご覧ください。朝は鶏の鳴き声が目覚まし、朝の最初の仕事は火を起こすこと。夏場に収穫したトウモロコシの葉や茎や芯を乾燥させたものが良い薪となる。卵はちょっと毎日、鳥たちから卵という贈り物をいただく。你喝酒啊？那你要牙口不好，给你走吧。是那个大姐。哎，有哈子吗？没什么。啥子？叫我吃。没有啥。耶。我往这一下子。哎，我弄的菜好嘞。啥子呀？非常好的。啥子？食事を終えると青空市場へ買い物に行く。昼間はトランプ遊びでリラックスする。先拿啊，韭菜帮你拿了。
行不行？中国では餃子は主食なのでご飯はありません。茶碗に入っているのはお粥ではなく餃子をボイルした時のお湯です。庭で採れたニラと飼っていた豚の肉を使って手作りした餃子、一見テーブルに並んでいるものは大したものには見えないけどぬくもりを感じる食卓。ゆっくり流れる時間。Wi-Fi がなくてネットゲームができない息子はとても退屈そう。退屈すぎてバカになりました。やることがないなら歯を磨いて早めに寝ることとしましょう。寝る前だっていうのにどこに行くか分かりますか？トイレは外にあるんです。え、この音使っちゃダメでしょう。料理時の熱を利用した床暖房に布団を敷いて寝ることにしましょう。
老爸在窟里撞的，掉不走，专门跳不能停。我说我们杯子抱着。おやすみなさい。